こんにちは、まさかです。この動画は日々の晩ご飯の記録です。今回のご飯はサバの醤油煮です。ご飯が進む定番のおかず。旬の秋サバなら薄味でも美味しく煮ることができます。サバの油には高血圧の改善やコレステロールの低下、血栓予防に効果的な要素が豊富に含まれますから、油の乗ったこのシーズンは美味しさも栄養も満点。甘辛い味付けでご飯が止まりません。このチャンネルではあなたの食生活をより良くするための健康づくりに役立つレシピを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。サバといえば味噌煮が定番ですが、醤油の甘辛煮が臭みもなくとっても簡単なのに、これがお惣菜屋さんで買ったような本格的な美味しさになります。生姜は皮を剥いて繊維を断つように薄切りをします。サバは2等分にします。サバは軽く塩を振って5分から10分ぐらい置いて余分な水分を出しておきます。余裕があればキッチンペーパーで水分と汚れを拭き取っておきましょう。熱湯をかけて霜降りをし、臭みの元となるサバの血合いやぬめりを洗い落とします。火をかける前の鍋に生姜スライス、お水、お酒、砂糖、みりんを入れ、一煮立ちさせます。鍋を弱めの中火にかけて、煮汁が沸いたら、サバの皮を上にして入れます。落とし蓋をして火を少し弱め、常に鍋肌からグツグツと泡が煮立つ状態を保って3分煮ます。3分経ったら醤油を加える。落とし蓋をし、弱めの中火ぐらいの火加減で落とし蓋をしたままさらに8分ほど煮ます。8分経ったら落とし蓋を取り除き、皮にスプーンで煮汁をかけながら、ここからさらに煮汁を煮詰めていきます。鍋をたまに回してサバに煮汁がかかって照りが出るようにしながら、お好きな加減まで煮てください。火加減で時間は変わると思うので煮汁の様子を見てくださいね。器に盛り付けて煮汁をかけ、生姜をのせて、お好みで白髪ネギをのせたら完成です。甘辛く煮たたっぷりの生姜で美味しいサバの醤油煮。同じ分量でイワシやカレイなどの他の魚でも美味しい煮付けができますよ。面倒ですが時間差で醤油を入れるとふっくら仕上がります。煮詰めすぎると味が濃くなりすぎますのでご注意ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。